刈谷駅停留所に停車中のバス、東浦町運行バスは、愛知県北郡東浦町が運行させている、コミュニティバス。愛称は、う、ら、ら。現在5路線が運行されており、下乗り合いに運行が委託されている。12月31日と1月1日を除き、毎日運行されている。運賃は1回100円。定期乗車券と回数券も販売されている。 小川駅東口、四モール東浦東浦町役場、いよいの、松東浦、北インターニシ東浦、周回所、マルス東が、丘天井高根帯東平地田、東浦駅、体育館東県営東浦住宅。小台公園南東浦町役場、四モール東浦、小川駅東口、小川駅、東口、四モール東浦、東浦町役場。 お大公園南県営東浦住宅、単育館東,東東浦駅平地大城高根、大東東が丘集会所、マルス東が、丘店東浦地帯インター西あよいの松、東浦町役場、ゼオンモール東浦小川駅東口小川駅、東口、小川コミュニティセンター、森岡、森岡自然公園元気の里愛知県康プラザ、長寿医療センター、 小川駅東口イオン東浦カリア、豊田総合病院カリア駅南口、下乗り合いのカリア、石浜住宅線を引き継いだ路線で、境川を越えて、カリア市駅まで乗り入れている。カリア豊田総合病院では、東浦方面駅は乗車のみ、カリア駅南口駅は降車のみ可能。小川駅東口。 オンモール、東浦東浦裏、町、役場お台公園、南、県営、東、浦住宅、体育館東、東東浦駅、富士丘東、浦駅、体育館、東県営、東浦住宅、お台公園、南、東浦町役場、や、くモール、東浦小川、駅、東口、東浦駅、ふじ丘おか、駅、間は、片道、運行その他は往復、運行小川、駅、東口、 イオンモール東浦東浦町役場文化センター県営東浦住宅南河丘大成事コミュニティセンター東浦駅富士河丘東浦駅大成事コミュニティセンター南河丘県営東浦住宅文化センター東浦町役場イオンモール東浦小川駅東口東浦駅富士河丘東浦駅間は片道運行 その他は往復運行場高根台東東が丘、集会所マルス東が、丘店東浦地帯インター西、東浦葵の庄愛おの松長寿、医療研究センター平日のみ運行、ありがとうございます。